圧完了です。厄介だったけど、やっぱりただの抜け殻か。元の持ち主がいない状態じゃ恐れるに足らなかったわね。天使人形の方も主抜きであれば所詮はただの傀儡ということでしょう。ですが沈められてよかったかと。ちょっと話には聞いてたけど、本当すごいよね、バンさんたち。あの化け物みたいなアリオッチにオランピアまで救い上げてたなんて。ただの成り行きだ。救ったつもりもねえし、大したことをしたわけでもねえよ。しかしまさかあんたが来るとはな。やり残しとか言ってたわね。別に古代遺物や管理人自体に思い入れがあったわけやないけど、一応親戚として最後の後始末くらいは引き受けたらなと思うとってね。情報にあった庭園の前身の一つとしてか。あの破壊と古巣が同じにしちゃ随分と殊勝な気まぐれじゃねえか。あらまあ、コートではわきまえてるって評価してくれたんやなかった。あくまで破壊と比べてだってな。だがまあ正直助かったぜ。遊撃士としては複雑ではあるけど、裏解決屋だからこそ結べた協力でしょうね。複雑ついでにもう一つ取引させてもらいたいんやけど、その古代遺物騎士班たちやなくてうちに回収させてくれへん？え？この古代遺物を結社にですか？ああ、別に悪用するつもりはないよ。その辺は名手班に誓ってもええしね。さっきも言うたやり残しの一つとして、あくまで個人的に供養させてもらいたくてな。代わりと言ってはなんやけど、入る手伝いうちがしたってもええよ。そいつを高天狼でもやっていた。確かにレティのダスクグレイブなら敵の領域への入り口を作れるかもしれないわ。そして名手に誓うのは結社の人間にとって最高レベルの制約。信用していいはずよ。古代遺物の回収は教会に任せるのが常識ですが、今この異変を突破するためには仕方ないかもしれません。そうだな。姉弟子どもに知られたら面倒そうだが、そこは口裏を合わせてもらおうか。 CID としてはすでに手を引いた案件でもある。状況的にも問題はあるまい。セリスさんたちには悪いけど、これも民間人を侵食から守るためか。取引成立やね。ほな早速始めようか。ただあくまで空間を切り抜くんであって、空間を渡るためのもんやなくてね。最後の一押しはシーズナ班にも手伝ってもらおうかな。いいよ、前に見せてもらってなんとなくコツはつかんでるしね。え？何を言って。オープン。真似事は真似事なりにうまくいったかな。上出来やない？そのうち一人でもできるようになるかもしれへんな。空間を切り裂くって真似できるものなんですね。いや普通は無理だと思うけど。どんだけそこが知れねえんだっつの。それじゃあ後のことはよろしゅうな。ダンさんが継ぎ木した庭どんな風に畳むんかゆっくり見届けさせてもらおうかね。あなたに言われなくても。それに庭園なんかどうだっていいよ。なあちゃんはスーちゃんを取り戻すだけだからね。その通りだ。
行くぞ。
茶の子再々よ。文句は受け付けないわよ。ずっとだらけてたいな。でもこうなった以上明らかでしょうね。メルヘンガルテンを乗っ取った犯人はガーデンマスター、その名の通りだったというわけだ。ええ、具体的な手法は分かりませんが、全てはこの計画のためだったのでしょう。そのためにスーちゃんとアーちゃんを絶対に許せない。やっぱり基本構造は通常と同じだね。そうするんだよ。はい、全この感覚、悪意を近くに感じます。油断せずに行きましょう。続いてね。任せて。アン・ドゥ・キミキだ。怪盗さん、よろしく。リャク・チェイス、ここだ。このまま先に進みません。続くよ。完全勝利。
見せてよ、ジュリス。やっやっ、じゃあ畳みかけるわよ。承知。キー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 ダメ。チャンスです。やっ、それここだ。チャンス。キーおまけよ。姉妹だ。それじゃ進もうか。